こんにちは。はい、こんにちは。今日は尾道にいます。はい、尾道旅はね、一回終わったんですけど、そう島並み街道サイクリングをやるためにもう一回尾道に戻ってきました。そうで、あの尾道旅で一回食べたラーメン、尾道ラーメンなんだけど、やっぱりもう1店舗ぐらい食べ行きたいということで、はい、今日もお昼に尾道ラーメンに行きます。いやー嬉しいね。ね、あれ尾道駅、尾道駅綺麗、なんかおしゃれ綺麗。しかもなんか上にさ、なんかテラスみたいな、本当だ本当だ、なんかついてる。え、すごっ。この辺全然行ってなくない？うん、もっといろいろ通っただけだ。尾道まだまだ可能性あるね、全然。うわやば、じゃあいい、今日天気いいから、天気いいからね、綺麗。明日ね、しまなみ海道サイクリングで挑戦するんだよね。そう、もう今にもサイクリング行けそうな格好で。そう、今日行く気だったからね、本当は。そうちょっと遅くなっちゃったからやめたんだけど、天気晴れるといいな、明日もこのぐらい。明日ちょっと曇りマークって言ってたからな。晴れのち曇りだった。あ、晴れることを祈って。いいね。あれがホテルで、あれ何なんだろうね、わかんない。なんかホールみたいなやつかな。いいですね、新谷尾道。うちら尾道住みたいって、広島だったら尾道住みたいとか言ってたけど、いやでもマジでちょっとあの住みたいって思うところだよね。可能性あるよね、めちゃくちゃ。とかもめっちゃね、ちょっと長崎みたいだね。なんか坂道の途中に家があって、神社仏閣も多いし。いや絶対うちこのお土産街道に八朔大福売ってると信じてる。よっしゃ、これ食べ終わった後は食べよう。なんか最近のさ、ライサタの昼飯企画、毎回さスイーツとセットだね、なんか。そうじゃない、食後のスイーツまでを一個にしてる。そう、尾道ラーメンもう一回食べれると思ってなかったから嬉しいな。嬉しい、うん、今回行くね、お店ね、駅からもう30秒。あ、そうなんだ。駅綺麗、尾道駅綺麗だね。楽しみだな。住み心地良さそうだな、マジで。いやマジでそうなんやね。その横や。あ、あれか。あ、なんか遠くから見て気になってた。尾道ラーメン谷。これ美味しそう。結構これ地元の民がおすすめするみたいな感じで出てたよ。そうそう、だいぶ人気。へえー。今日は尾道ラーメン谷さんです。いいね、尾道ラーメン食べれるの嬉しいな。なんかチャーハンも美味しいらしいよ。半チャン定食にしようかな。じゃあ、いいじゃん、やった。いきますか。はいよ、3分ぐらいできた。美味しそう。これが半ちゃん。うわ、なんかテカテカだね。超美味しそうじゃん。超美味しそう。やばい。えぐい。えぐー、綺麗だな。うわー。美味しい。めっちゃ美味しい。うまっ。うん、うん、やば、うん、うん、うん、あーめっちゃ美味しいよ、ね、ラーメン。ないね、うん、ラーメンの中でめっちゃ好きかも。やばいやな、だいぶ上位だ。だいぶだいぶ美味しい。うん、美味しい、やばい。あ、うまっ。このチャーハンもめっちゃうまいらしい。うん、うわぁ、めっちゃうまい。めっちゃうまいね。しっとり系だね。
チャーハンの定食頼んだ方がいい。あのチャーハン定食、うん、おすすめ。やばい、うますぎる。めっちゃ好き。うん、マジで日本全国いろんなラーメン食べてきたけど、なんかラーメンってジャンルで言ったら尾道ラーメンめっちゃ好き。醤油ラーメン好きにはたまらないよね、うん、もっといろいろ食べたい。ほんといろんなね、尾道ラーメンで調べるともめちゃくちゃ出てくる、うん、お店がすんげえ迷うよね。どうぞ。スタッフさんいっぱいね、結構ほんと地元の人って起きてる感じですね、うん、2秒で出てくる、本当に回転率とかげもんだね。めちゃめちゃ早い。ちょっとぐらい並んでても多分すぐ入れると思う。そうそう、めっちゃうまかった。めっちゃ美味しかった。本当にやばいね、うん、本当に。やっぱり俺今まで、うん、この間のメインで紹介した一番館さんと、うんうんうん、その前に空港とか、まあ、合計4回ぐらい食べたことあるんだけど、そうだね、一回もね、えって思ったことない。わかるわかる。絶対うまいよ、マジで。サービスエリアとかで食べても美味しい。そう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 。尾道ラーメンっていうもの自体がめちゃくちゃ美味しい。そう、うん、あんま外れないんじゃない、どこの店で食べても、ね、うん、でね、やっぱりね、全員に愛される感がすごくて、やっぱね、店内もね、もう5年配の方からね、もう小学生ぐらいの、おばあちゃんっていうような人も結構普通に、うん、結構いたし、いっぱい食べてた、うん、小学生の 子もいたしみたいな、もう全年代の人に愛されてる店だったね。地元の人もらしき人もいっぱい来てたもんね。いっぱい来てた。美味しかった。いや、めっちゃ甘かったね。美味しかった。尾道駅もうすぐというか、もう直結みたいな、もう。そう、30秒。30秒だから、うん、ぜひ行ってみてほしい。美味しかった、ね。旅の始まりでも終わりにも記念に行ける場所だから。ちょっとハッサクライフって探していい？あ、覚えてた？当たり前だ。でもありそうだけどな。こんなありそうなのになかったよ。え、買いに行くか。え、発足大福。うん、え、だってよ、すぐ行けるっしょ。え、ほんと。うん、行こう。うわ、行きましょう。切り替え早っ。あ、そうだね、ここすぐ行くとこじゃない、うん、そうそうそう、多分すぐ着くよ。うわ、めっちゃ並んでるね。やばい、スタッフ時撮影がダメなんだよね。撮影ダメなんだよ。なんか食べてみたい。でもなんか地元の人はツタフジが一番って言ってたよ。ツタフジ人気だね、うん、一番館も今めちゃくちゃ並んでた。この間もさ、うちら一番館行った時さ、3、40分待ったじゃん。 あの立つってところ、今日行ったところはなんか行列じゃないっていうのが結構売りらしい。だから多分めちゃくちゃ回転いいからだと思うんだよな、うち。やばいよ。そうだよね、うん、カウンターのみでさ、従業員さんたくさん配置しててさ、もう本当にラーメン出てくるまでがめちゃくちゃ早いから、めっちゃテキパキだったもん。そう、だからだと思うんだけどな。スタッフ時気になるね。スタッフ時気になるね、行ってみたいね。撮影外で普通にっていう感じ、うん、でも今日行ったところ結構おすすめかも、うち。あんま並びたくないなっていう人とか、もう本当もう電車の時間がっていう時はあんま並んでない可能性高いから、そうそうそう、あのお店がめちゃくちゃおすすめ、いいと思う。八作大福売ってる。いや、ここは売ってると思う。この間売ってたから頼む。八作大福買ってきた。めっちゃあった。めっちゃあった。なんかね、賞味期限が私本日中って書くかと思ったら、うん、普通に2日間、今日入れて3日間有効だったから、うん、8個も買っちゃいました。はい、毎日2つは食べれます。私これが大好き、八作大福。もう尾道来たらもう絶対絶対絶対食べてほしい、本当に。一個がね、割とちっちゃめなんだよね。そう、どう？うまい。中に八作、すごいよ、ぎっしり。うん、うん、このまま入ってる。このね、白あんの味もいいんだよね。わかる。うん、因島産の八作を包みましたって。だから明日行くんだよね。うん、明日行くんだよ、しまなみサイクリングで。うん、明日も食べるんだよね。うん、なのにこんなに買っちゃったんでしょ。そう。
皆さん尾道に来たら尾道ラーメン食べた後の食後のデザートはもう八朔大福ほんとおすすめです。マジで美味しい。うーん、相当うまいけどねこれ。うまやば、炭水化物 28g もあるんだけど。化け物だ。やばいやばい、今炭水化物見たらもう地獄の数値だった。やばい待って、餅だからだ。えぐいえぐい、ちっちゃめおにぎり1個分ぐらいの炭水化物あった。これやばい、気をつけよう気をつけよう。これはちょっとダメだ、食べ過ぎ注意だ。これラーメンとチャーハン食った後にこれ、ラーメンチャーハン食べた後にこれ食べちゃった。終わったわ、やばいね。ジミーか、今日はもう夜ご飯は抜き、今日夜ご飯抜きです。なんでゴミこっちに戻すのよ。あなただからそこに入れたの。じゃあ置いてしまっといて。うん、悪魔の食べ物だということが最後に判明しました、はい、皆さん食べ過ぎには注意してください。食べ終わってから判明しました。判明しました。私たちみたいにならないように皆さん気をつけてください、はい、でもめっちゃ美味しいからね、八朔大福、うん、もう絶対尾道来たら食べてほしいです。そうね、本当に美味しい。なんか尾道とか呉の食べ物が美味しすぎてさ、そう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 、広島やばいわ。もうなんない広島、ね、もう呉の食べ物も最高だったもんな、マジで。やばくね、あの冷麺、合流の冷麺やばいよね、あれマジで伝説の食べ物だったわ。本当にもう広島いいとこすぎる、マジで、うん、出れない、なんもう離れられない、本当に好きすぎてしまう。住めるね、マジで。しかも分散されてるんでしょ、場所がちゃんと、うん、楽しいし、楽しいところ、めちゃくちゃ楽しい。はい、皆さん本日も最後までご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。明日しまなみサイクリング行ってきます。行ってきます。